こんばんは。最近このチャンネルの存在を知りました。辛いこともよくあるクリエイティブな仕事を長いこと続けていくコツが聞きたいです。だって。な、えそうなのクリエイティブな仕事そんなに辛いのなんで <laughs>、うん、なんか、クリエイティブな仕事を辛いけどしてるっていう意識をなくすのがいいんじゃないですかなんか、クリエイティブ、 クリエイトする、想像することっていうこととか、なんか自分からアイデアを出すことっていうことを辛いって感じるんだったら、辛い仕事だって感じるんだったら、まああんまり向いてないんじゃないかなと思いますけど、あの、<laughs> だからなんかそういう意識じゃなく、もうクリエイティビティを試される、あの、しかもそれを認められれば、報酬が得られるお仕事で、 それが出てこない苦しみはあるけれども、みたいな。それができない、なのかわかんないけど、何が辛いのかわかんないから、何ともアドバイスもしようもないんだけど。うん、うん。辛いこともよくある。クリエイティブな仕事って、別にクリエイティブな仕事が辛いことがよくあるわけじゃないと思うんで、仕事なんかなん、何でも辛いことはよくあるので、はい、あ。なんかうまくいかなきゃ辛いし、はい。んか辛いこともよくあるなんてのは、あなたに限ったことでも何でもなく、はい。みんな同じなので、 その辛いこととかを辛くなくするのはやっぱり能力と知識しかないので、それを高めて、はい、あの、クリエイティブな仕事を軽やかにこなせる自分に成長するしかないんじゃないでしょうか。そう思います。勝ちたかったら登録しとけい。